が頭をよぎりました。でもやっぱり自分の夢を諦めることはできなかったので、それからはフリーの似顔絵師として SNS から注文をいただいて自宅で似顔絵を描くことにしました。ありがたいことに始めてからすぐに何件か注文をいただいたんですけど、その依頼内容